どうかしたんですか？橋野さん。はい。私あなたのこと好きだって言いました。だけどだからってすぐ結婚っていう気持ちになれないんです。つけてってわけじゃないです。前にすごく好きな人がいました。とっても幸せな気持ちで教会で彼が来るのを待ってました。人好きになって、とても好きになって、それでまた失うの怖いの、怖いんです。ねえ、怖いの。僕は死にません。